いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。来てみろ。はっ。
んか用かい？わしを。何も何も相手にならないんじゃない？俺の番ね。あ？頑張ってこいよ。やるか。やる。逃げられる。ありがとうございました。じゃねえか。ああ春日さん、よかった、また会えて。この人がお世話になった春日さんって人かい？そうだよ、この人が春日さん。春日さんにお礼を言いたかったんです。おばあちゃんも一命を取り留めてこうして無事に退院できました。そうか、よかったな。なんでもこの子の無茶に付き合ってくれたとか、すまなかったね。いや気にしないでくれ、元気に会えたならそれでよかったや。あんたみたいに粋な男もまだいるんだね。これは孫が世話になったお礼だよ。なんか悪いな、ありがたく受け取らせてもらうぜ。これからどっか行くのか？ええ、今日は復帰祝いということで、おばあちゃんの好きなところに連れて行ってあげようと思いまして。
おばあちゃん、これからどこ行きたい？そうだね、温泉に入ってさっぱりしたいわね。温泉か、それならあっちかな。それじゃあ春日さん、僕たちはもう行きますね。本当にありがとうございました。おう、ちゃんとばあちゃん孝行してこいよ。はい。たく、本当に風呂の好きな一家だな。ストリップ劇場か、年季の入った建物だな。おい一番、アルバイト募集だってよ。ほう、時給900円か。ここで働けばお金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのと、もう一つは？え、それはその社会貢献？どうせならもっとうまいこと言えよ。冗談よ。でもこのバイトは賞見られないわ。え？そこの担当者と知り合いなんだけど、バイトはもぎりや機材調整係だって。ああ、そうなんだ。それに下心で門を叩く人はすぐにわかるってさ。違うぞ、俺は真面目に働こうと思って。ふーん、別に何でもいいけどね。ま、楽な仕事。やっちゃうよ、こんな番ね。絶対負けない。とっておき、やめるな。見てろよ、やってやるぞ。なめんなよ。よし、行くぞ。どうするかね。おい、来た。いい変化だったな。劇場か、
年季の入った建物だな。おい、一番、アルバイト募集だってよ。ほう、時給900円か。ここで働けばお金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのと、もう一つは？え、それはその社会貢献？どうせならもっとうまいこと言えよ。冗談よ。でもこのバイトは賞見られないわ。え？そこの担当者と知り合いなんだけど、バイトはモギリや機材調整係だって。うん、そうなんだ。それに下心で門を叩く人はすぐにわかる。ちょっと出してんじゃねえか。頼んだ。私の番ね。ダメだ。ストリップ劇場か。年季の入った建物だな。おい、一番、アルバイト募集だってよ。ほう、時給900円か。ここで働けばお金ももらえて一石二鳥じゃねえか。一石二鳥？お金稼ぐのと、もう一つは？え、それはその社会貢献？どうせならもっとうまいこと言えよ。冗談よ。でもこのバイトは賞見られないわ。え？そこの担当者と知り合いなんだけど、バイトはモギリや機材調整係だって。ああ、そうなんだ。それに下心で門を叩く人はすぐにわかるってさ。違うぞ。俺は真面目に働こうと思って。ふーん。別に何でもいいけどね。ま、楽な仕事なんてねえよな。何見てるんだよ。
逃げるなら今のうちだ。ふざけないで。よし、いざ。大丈夫か。私の番ね。なめんなよ。じゃあこれ。はい、見てください。みんな。こっち見ろ。頑張って。ほい来た。かかってこいや。さあ、手置き。ほら来いよ。なめないでくれ。よし、行くぞ。見せてやるよ。逃げろ。やってみろ、いい調子だ。これに全部あったな。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまさん。ありがとうございました。
ここにされてるのか。無理してやる。よし。してみろ。よっしゃ。おい、やってみろ。かかってきなよ。かかってこいよ。絶対負けない。よし、行くぞ。取っておきな。じゃあこれ。行くぞ。離せよ。やってみろ。俺の番か。かかってこいよ。行くぜ。ほら来いよ。入ってよ。財布を置いてきて。おいよ。よし。してみろ。おい、来た。俺の番だな。かかってこいよ。どうするかね。
場してんじゃねえっだれやな若い頃いいですな俺の番だなやんのかかってこくよありがとうございます。
なんだこれ。ん？ザリガニじゃねえか。なんでこんなとこに。川から上がってきたのか。このまま車に轢かれるのもあれだし、戻してやるか。そんじゃ元気でなっと。ああ、わしのナンシーが。え？ああ、もう姿が見えん。愛しのナンシーが行ってしもた。おい、もしかして今のザリガニあんたのか。ああ、あいつはわしが手塩にかけて育てていたザリガニのナンシーだ。適度な運動が大切なんでな、たまにこの辺りを散歩させておったんじゃ。ナンシーはわしにとって希望とも言える存在じゃったのに。ナンシー、悪かったな、じいさん。まさかあんたが大事にしてたザリガニだなんて思わなかったからよ。いや、あんたも悪気がないのは分かってるよ。それに目を離したわしもいけなかった。もうナンシーの姿はどこにも見えん。残念じゃが、諦めるしかないようじゃな。じゃあわしは帰るとするよ。あんたも気にせんでくれ。じいさん、ちょっと待ってくれ。あんたのナンシー俺が捕まえてくるぜ。どうしても気になっちまうからよ。ん？そう言ってくれんのは嬉しいが、できるかな。まあやれるだけやってみるさ。そうか、では頼むとするかの。わしはホームレスの海老原っちゅうもんじゃ。もしもナンシーを見つけてくれたら、桜川通り沿いに来てくれ。だいたいそこにおるでな。わかった。俺は春日だ。ナンシーを捕まえたら連れて行くぜ。ナンシーは背中にある大きなバツ印の傷跡が特徴じゃ。頼んだぞ。背中のバツ印だな。わかった。まだ遠くには行ってないだろうし、下流の方を探したら捕まえられるかもな。バカにしてんのか。何なんだよ。誰な。二度と笑えなくしてやる。当てると思ってんのか。私の番ね。来やがれ。おい、来た。よし、勝ったな。シェゴミ袋が溜まってるとカラスが荒らしちゃうから困るのよね。カラスもカラスで生きていくのに必死なんだ。多めに見てやれ。それにカラスはよ、頭だっていいんだぜ。ゴミ捨て場近くの人を覚えると荒らさなくなるって話もある。へえ、そうなの。ていうか随分カラスの肩持つじゃないの。まあ同じゴミ捨て場を漁った仲だからな。これも仲間意識ってやつなのかしら。
ちょっと怖い話をしてもいいか。なんだよ急に。まあいいけど。昔コインランドリーで洗濯した服を乾燥機に入れたんだよ。残り5分って時に携帯が鳴ったんで外に出て話しててな。それで？だいたい10分ぐらいで切ってランドリーに戻ったら、なんと乾燥機の残り時間が30分になってて、まだ乾燥が続いてたんだよ。何それ怖っ。延長でもしたのか。してねえよ。乾燥機なんて延長しねえだろ。おかげで俺のお気に入りの T シャツが縮んでピッチピチよ。来たけど。来たのかよ。そっちの絵面の方が怖いわ。あれは？の？どうした？そこのローズブロッサムって結構有名なキャバクラなんだよ。こんなとこにあったのか。へえ。最近こういう店行けてなかったし、キャバクラに飢えてたんだよな。私キャバクラのママなんですけど。それはそれ、これはこれだ。大地お前ずっと素じゃねえか。なんであんたら相手にビジネスモードにならなきゃいけないのよ。ママ。さっちゃんのビジネスモードも見てみたい気がするが、それはそれとして、後でこの店みんなで行ってみるか。本当か。自慢じゃねえが金ならないぞ。誘っておいて払わせるなんてやぼなことはしねえよ。よっしゃ、春日が神に見えるぜ。私は行かないわよ。オフの時までキャバクラにいるつもりないし、うちの店抜けたことか。まだじゃん。そこのローズブロッサムって結構有名なキャバクラなんだよ。こんなとこにあったのか。
へえ、最近こういう店行けてなかったし、キャバクラに飢えてたんだよな。私キャバクラのママなんですけど。それはそれ、これはこれだ。大地、お前ずっと素じゃねえか。なんであんたら相手にビジネスモードにならなきゃいけないのよ。ママ、さっちゃんのビジネスモードも見てみたい気がするが、それはそれとして、後でこの店みんなで行ってみるか。本当か？自慢じゃねえか。金ならないぞ。誘っておいて払わせるなんてやぼなことはしねえよ。よっしゃ、春日が神に見えるぜ。私は行かないわよ。オフの時までキャバクラにいるつもりないし、うちの店抜けた子とかいたら気まずいし、どっかで時間潰してるから私に構わず、行く時は男たちで楽しんでらっしゃいな。そうか、気使ってくれてありがとうよ。楽しみだな。どんな子いるかな。ブレねえな、足立さん。のああ、ここまで来れば安全だな。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るからよ。明日の朝ハローワークの前で待ち合わせしよう。おい、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。足立さん、すっかり自分の部屋みてえだな。なんかいいわね。え？何が？あんたたち3人を見てると仲間って感じ。そうか？実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。まあ男ってこういうもんよ。よし、帰ろうぜ。サイコも夜道は気をつけてな。大丈夫だよ、あいつなら襲われても追い返すぜ、きっと。まあね、襲ってくるやつがかわいそうって話。間違いねえ。じゃあな。あのよ、あれ、忘れ物？なんか私預かったっけ？そうじゃなくて、あの、うちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え？そんな部屋でもよけりゃ来ねえか？いいの？おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。あんた優しいんだね。ん？なんでもない、ありがとう。ここって、まあそういう場所ってことだ。文句言うなよ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために2階を間借りしてんだ。知らなかった、偉人町にこんな場所があるなんて。おお、ついに女を連れ込むようになったか。誰の女だい？ちげえよ、そんなんじゃねえ。そうよ、違うよ、おばちゃん。おや、そうかい。うん、私はね、こいつらにかけたので、私も命を預けようって決めたの。そういう関係なんだよね。さっちゃん。大丈夫か、そんなこと言って。いい女に言わせたんだから、あんたたち後悔させないでよね。もちろん全力で頑張らせてもらうぜ。
ちょっと。マジか。ねえ。はい。いや、お、どこだ？これか？お？いや。これは。お？いや。なんだ？ふーん。なんだ？
これか？ん？いや。これは。ん？いや。なんだ？ん？いや。これか？ん？なあ。なんだ？何見て？何か言いたいこと。ビビってんのか？おい、来た。なめんなよ。よし。やめろ、今のうちだぞ。勝ちだ、勝ちだな。わしを見下すとは周囲に敬意。ぶっ壊してやる。上がってこいよ。私の番です。よう、カスナさん。な、ナンシーってこいつだよな。おお、ナンシー、よかった、無事だったんだな。あんた、本当に見つけ出してくれるなんて。いや、気にするな。もともとやらかしたのは俺たちよ。すまなかったな。それじゃ、俺は行くぜ。ナンシーと仲良くな。ああ、ちょっと待ってくれよ。これから飯にしようと思ってたんだ。ナンシーを見つけてくれた礼も兼ねて、ぜひご馳走させてくれ。え？だが遠慮はいらん。今日はちょうど食材も調達しとるし、食ってってくれや。まあ、それならご商売に預かるとしますかね。じゃあちょっと準備するから、これでも食って待っててくれ。な、なんだこれ、ほうれん草かなんかのおひたしか。なんか筋バッチャーいるが、まあまずかねえな。そうかそうか、それじゃあ大丈夫そうだな。あ、どういうことだよ。いや、その辺に生えとった草をつけてみたんじゃが、ちょっと食えるか不安だったんでな。なあ、あんた見る限り大丈夫そうじゃな。ジジイ、てめえ俺に毒味させやがったな。まあまあ、元気そうだし、ええじゃな。あんたも食いぶちに困ったらこの草を分けてやるからよ。いらねえよ。たく、調子のいいじいさんだな。じゃあ前菜はこの辺にして、今日のメインディッシュ、エビハラスペシャルの調理といくかな。おい、なんであんたナンシーを持ってんだ。何をすっとぼけたこと言ってるんじゃ。だから調理をするんじゃよ、このナンシーをな。なんだと？しまったか、じいさん。あんた、ナンシーのこと大事にしてたんだろ。おーい、大事にしておったぞ。ナンシーは他のザリガニより体が大きくて、美味しくなるポテンシャルを持っておったからな。美味しくだと？わしらホームレスにとってザリガニはごちそうじゃからな。散歩をさせることでナンシーの肉体を鍛えて、プリップリの食感にさせるんじゃや。
そこまで頑張って育てた愛しの食材ナンシーをあんたが川に投げるから悔しいやら悲しいやらで。それを先に言えよ。俺はあんたのペットだと思ったから頑張って探したってのに、まさか食うためだったなんて。そりゃ悪かった。まあナンシーの一番うまいとこやるから機嫌直してくれや。え、こういうのは新鮮さが命じゃからな。それちょっと待った。ん、なんじゃ、もたもたしとると鮮度が落ちるぞい。なあ、そのナンシーを食うの待ってもらえねえか。あ、何言っとるんじゃ、今が一番の食べ頃だっていうのに。いや、なんかナンシーを必死に探してここまで連れてきたら妙な愛着が湧いちまってよ。え、お前さん正気か。いや、ザリガニを散歩させてたあんたに言われたくねえんだ。しかし困ったな。そうは言ってもわしの口と胃袋はもうナンシーを受け入れる準備が整ってしまったわけでな。このまま引き下がることはできん。とはいえ今のナンシーに匹敵する食い物があれば話は別じゃ。そうさな、ナンシーと釣り合うのは特上寿司折りってところかな。くそ、足元見やがって。惚れた男の弱みというやつじゃ。じゃあ特上寿司折り頼んだぞ。早く持ってこんとナンシーがお作りになるぞ。分かったよ、持ってくりゃいいんだろう。おう、待ってるぞ。おお、春日さん、特上寿司折りは持ってきてくれたかの。すまん、今調達中だ。もう少し待ってくれ。早めに頼むよ、遅いとナンシーがお作りになるかもしれんぞ。ああ、分かってるよ。
お、なんだ。おう。うん。ああ。はい。うん。そう。わかった。春日というものですが。知ってます。所長のお気に入りの元ホームレスの春日さんご一行ですよね。乙姫ランドが営業停止になったから新しい職を探したいってことでよろしいですか。あ、はい。そのどうすればいいですかね。まず所長を通して以外のご利用は初めてかと思いますので、こちらの施設の概要を説明します。は、はい、よろしく頼みます。では説明します。こんなところですね。ご紹介できる職種は皆さんの経験や経歴次第で増やせるかと思います。ま、現状は少ないかと思いますが、それが現実ということで受け止めてください。は、はい。今皆さんに紹介できるのはこんなところです。変えるも変えないも皆さん次第なので自己責任でどうぞ。
なるほどな。こんな感じで職を変えればいいのか。転職をご希望される場合はまた私に話しかけてください。まあ転職は何度でもできますし、前の職種に戻すことも簡単にできます。これだと思う職を見つけるまでは気軽にいろいろ試してみてもいいかもしれません。わかった。なんだ、結構簡単なんだな転職って。いいえ、簡単に転職できるような仕事しか今の皆さんには紹介できないというだけです。転職も世の中もそんなに甘くはありませんから、勘違いのないよう。はい、肝に銘します。説明は以上です。あと先ほど所長と話されていた横浜貿易工事でのアルバイトの件ですが、先方から採用 OK という連絡をいただきました。本当か。ええ、すぐに来てほしいということですので現地へ向かってください。作業場の倉庫は浜北公園のさらに北にあるんですが、歩いていくのは厳しい距離なので神奈駅から電車で行くといいですよ。わかった、ありがとうよリリカちゃん。また転職相談に来るからよ、これからもよろしく頼むぜ。リリカちゃん、まあそれが私の仕事ですから、お気軽にどうぞ。
ざーす。このご恩は必ず返しますんで。こんなところにナズナが生えてるな。ナズナ？野草だよ。おひたしにすると結構うまいんだぜ。あとカラスのエンドウやヨモギ、ドクダミソウもその辺で取れるぞ。へえ、難波は野草に詳しいんだな。まあな、最初はいろいろ食って死にかけたりもしたが、だんだん体でわかるようになって、今じゃ大体の野草はわかるぜ。やばい見た目のもんほどうまかったりするんだよ。これが人類で初めてウニを食った人ってきっとあんたみたいなやつなんだな。お前それ褒めてねえだろ。そんな目で見てんじゃねえよ。何がやるぞ。ほら、上がってこいよ。よし、行くぞ。私の番ね。やってみろ。おい、来た。いいよ、引き上がれ。新館か。小さい頃ここで家族写真撮ったんだよね。私も菜の葉も緊張して全然可愛く写らなかったんだよ。それなのにショーウィンドウに飾られちゃってさ。昔から美人姉妹だったってか。まあそれは否定しないけどね。あれ、でもこの写真館潰れちゃったんだ。時代の流れだな。最近は家族写真を撮る家庭も少ないしよ。そっか、ちょっと寂しいな。私の家族写真まだうちに残ってるかしら。たとえ写真がなくなったとしても撮った時の記憶が残ってる方が大切じゃねえか。そうだね。ねえ、今度みんなで写真撮ろうよ。写メでもいいからさ。ねえ、そうだな。バイトの給料入ったし。ラーメン店と痛い目見る。ビビってんのか。俺の番ね。なめんなよ。よし。ほらほい。じゃあこれ。おいおら。ほらほいよ。逃げるなら今のうちだ。俺の番か。俺の番か。ほら！せえ！おめでとうございます！よし、行くぞ！やってみろ！私の番ね！とっておき！してみろ！どうするかね？
らっしゃいませ。ありがとうございました。ぶっ壊してやる。いらっしゃい。ありがとう。どちらまで行かれ。そうですか。部署から出てふと俺が好きだった漫画の最終回。ムカつく顔してんのとイライラ。俺の番だな。絶対負けない。逃げられないよ。本気出せよ。行くぜ。こっち見ろ。俺の番ね。見てろよ。とっておき。してみろ。
のか。どうした、行くぜ。守ってるよ。嫌がれ。舐めないでくれ。仕留める。これだ。やってやるぞ。行くぞ。ハッチ、こっち見る。舐めんなよ。ほいった。ほら来いよ。私の番ね。どうした、舐めるな。強気。これの番だな。これで元通りだ。いい結果だったぜ。まだ成長できるとはな。いいな。無所から出てふと俺が好きだった漫画の最終回どうなったか気になってさ、ちょっと本屋で立ち読みしてみたんだよ。それで？そしたら今もまだ連載続いててビビったぜ。えらい長寿漫画だな。だがそうなると追いつくのも大変だろう。いや、作者が救済しまくりであんま話進んでなくてよ、なんつうか不幸中の幸いって感じだったぜ。それは幸いなんだろうか。ん？いらっしゃい。いただき、いただき、ごちそうさまでした。ありがとうね。強くなった気がするぜ。いいな。またいいお
女になっちゃった？